では今から箱根湯本に方面目指します。箱根登山鉄道乗ります。そしてハロー、ホラー、ダジャハオ。今日はですね、ジンバルを忘れてきたので、手ぶれがすごいと思います。ケンテさん、手してます。奥にあるのかな。奥だね、電車奥だね。ちょっと行ってみようか。あ、すごいね。来てる？あ、本当？あ、よかったよかった。手びれがすごいと思うんですけど。はい、電車です。オッケー。これが登山鉄道なんだ。いるね。箱根湯本着きました。今からバスに乗ってきます。これですね、みんなどこ行くんだろう、このバス。道下台だ。へアマザケ茶屋です。アラブキ屋根ですね。すごいね、いいね。当たります。はい、おー、いいね。じゃあ行ってみましょうか。参勤交代諸大名休憩どころだって。すごいじゃん。結構すごいところじゃん。なんかすごいね。屋根の。この氷っていうのがまたいいね。あと力持ちの磯辺とウグイス。すいません。力持ちの磯辺とウグイスを一皿ずつ。甘酒茶屋というだけあるから、うん、美味しいでしょう。ご注文のお品お揃いでしょうか。はい、ありがとうございます。うぐいすと磯辺、すごいいい香り、ね、ではいただいていきます。ぶつけたのね。甘酒美味しかったです。こうして外でもね、お茶が飲めるということです。
はい、着きました。先ほどのバス停から甘酒茶屋駅から、一駅、旧街道石畳というバス停ですね、ここで実は旧東海道の石畳の道があります。すごいよ、すごいよね、すごいよ、これほんとすごいと思う、うん、歴史を感じますね。なんか祠じゃない、なんていうのかな、なんかね、あるよね、すごいな、すごいよね、これがね、うん、すごい、もう山、森、足元はね、本当にね、結構本当に石畳ですよ。毛が生えてる。うんね、ちょっとね、雨が降ったからかな、ちょっと湿ってるから、足元に注意しながら行きたいと思います。うん。うん、すごいね。ね、こういう石畳の道が30分延々と続いてるのかね。どうなんだろう。うん。どこまで続いてるんだろう。ね。でもこうやって昔の人が多分やったんでしょ。そうそうそう。石をこう並べたんで。そう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 。道路を作ったわけだ。道を、うん、旧街道を。そうすべきは気ぃつけてね。その後にそれで来た人が、うん、あの甘酒茶屋で、うん、あの甘酒を飲んだのかな。木の棒ね。そう、木の棒をついに来たい、こうやって、うん、で濡れてるから来た。ちょっと怖いよね、苔も生えてるからね、うん、これなんかあれなのかな、用水路だったのかな、なんか流れたのかな、うん、ね、用水路だったっぽいよね、うん、へえ、すごいね、すごいね、あとね、涼しいというか寒いぐらいね、気温差がすごいですね、うん、よいしょ、あ、ちょっと早く行くな、はい、ゆっくりゆっくり、はい、あ、こういう時に滑るから、石の苔に滑るっていうね、すごい、うん、江戸時代初期だって。ほんと、小石と土とを突き固めた、あ、結構すごいんだね、がっしりしてるんだ、ちゃんと、うん、ね、人工的に作られたものだって、並木に植わってる木とかも、あ、そう、うん、江戸時代初期だって。へえ、すごいね、ゆっくりね、後ろついてきなさい、後ろ。あ、なんかセミが鳴いてるな。うん。絶対あなた滑るよ、ここ。よいしょ。これもしかして横は階段だったのかな。あれ、そうかな。うん。階段だ。階段だったんだね、多分ね。なんかそんな気するよね。木だ。うん。まあ確かにこうやってね、苔が蒸しててさ、滑ってたらね、大変だもんね。うん。うん。階段だね。すごい。よいしょと。青もみじが綺麗だ。うん。よし。うん。大丈夫？はい。ゆっくりね。こんな石どっから持ってきたんだろう。うん、持ってくるっていうかあるでしょ、この木の、うん、すごいね、うん、あ、すごいすごい、あ、ここ急だから結構ちゃんと踏みしめていかないと、よしと、おー、すごい、さらに、わ、何、ヘナ君を見つけた、ほんと映るか、これ、ここ、ああ、確かになんか
なんかいるね、足の長いね。警戒してるよ、やっぱカメラ近づけたら。すいませんでした。自然のね、動物とかが出てくるらしいからね、怖っ、気をつけて。いいね、セミが鳴いてます。うん、よしと。大丈夫？うん。こういう時にあの登山靴良かったね、メデルの。良かったです。うん。メデルさんありがとう。お、滑るからね。なんかつるっとしてそうなやつは滑るからね。難しい。うん。ちょっと急になってきたね。なんか石と石の隙間になんか足入れると結構安定するかもね。とかもね、滑るからね、こういうね、うん、うん、枯葉とかも。大丈夫かい？うん。うん。多いな。うん。よっしゃ。あ、汚い。汚かった。何やってんの？杖を手に入れたと思ったんだよ。と思ったら、そう。来なかった。やっぱ雨に濡れたからかな。よし。何の鳥なんだろう。わからない。なんか来たぞーって言ってんのかな。うん、だと思うよ。危険を知らせる感じの。うん。大丈夫？うん、ゆっくりいいよ。でした、はあ、まだまだ続きそうだね。はい、はい、じゃあちょっと小屋で撮影一旦止めて頑張りましょう。頑張ります、なんだろう、天石坂、あ、まあ大石坂、ちょっと分かんないけど、すごい石ですね。すごい石だね。こんにちは。こんにちは。なんか分かれ道になってね、展望の広場みたいなあるよ。これすごいね、この石ね。大きいですね。大きいね。うん。で、どっちかしら？ね、展望広場？休憩場？どっちなんだろうね。あ、展望広場ってすぐそこの広場じゃん。うん、まあ一回この道まっすぐ行こうか。うん、うん、よいしょ。少し緩やかになったね。うん、うん、
よしたまた階段あるよ。うん。うん。階段楽そうやな。なんか。うん。片手で滑らないように慎重にな。うん、おお。おお、来た来た、なんか平坦な方まで。ね。登ったね。うん。よしと。いいね、この苔蒸す感じや。ちょっとごめんなさいね、手ぶれがすごいと思うんですけどね。さあ、じゃあもうちょっと歩きましょうか。こんにちは。虫のさえずりがいいね。すごいね。お、なんかちょっとした広場に出てきたね。うん。何て書いてんの？なんだろうね。箱根八里、馬でも越すが、越すに越せぬ大井川。川か。これは何だろう。向山だって。なるほどね。うん。じゃあ続きいきますか。はい、もうちょっと頑張ろうね。頑張ろうね。だんだん下りになってきたからね。うん、よし、行きましょう。うん、すごい年季の入った木だね。すごいとこまで苔があるよ。すごいね。ね。さあ、出口が見えてきました。よいしょ。こっち側のさ、入り口はさ、あの、なんか、砂利が多めだね。うん。旧東海道。東海道ありがとうございます。ねえ、楽しかったね、旧東海道。説明はこんな感じですね。すごいなぁ。
うん、よいしょ。ここはまたさらにあるのかな。元箱根まで行きますかな。はあはあ、どっち行けばいいんだろう。ねえ。お玉観音堂とかいう。お玉の池とかいう。お玉の池。お玉が池ゆかり。どっち行くの。それからがお玉が池見てくる。ここにあるのかな。ちょっと行ってみようか。人ますね。参拝道、江戸時代関所破りをし捕らえられ処刑された少女お玉の霊を供養する観音様、どうぞご自由にお参りください。合唱。じゃあちょっと行ってきます。そうなんだ。さあそれのお玉が池っていうのがその池なのかな、うん、なんか処刑させられたところなのかな、ね、うん、やっぱすごいだね。やっぱね、関所を無断で越えるっていうのはもうとんでもないご法度だったのかな。結構すごいらしいからね、あの関所厳しいらしいからね。後で行ってみたいと思いますけど、そこの。うんね。関所っていうかね。すごい厳しかったんだろうな。江戸時代。うん。もう手ぶれすごくてごめんなさいねっていうところだけど。本当だね。うん。すごいね、山の景色がね。すごい景色、すごいね。ねえ、はあ、これがそうなのかな。あ、お玉観音っていうのはこちらのようですね。こっちはあれなのかな、お寺さんなのかな、お寺のね、どっちなんだろうね。よし、じゃあまだ少し先がねあるみたいなんで、ここもじゃあ降りていきましょうか。結構これまた下り急だよ。本当だね。うん。わお、すごいね。うん。また気をつけてね。うん。うん。これはすごいよ。あらすごい。あらすごい。うん。あらま。俺もちょっと下見ながら行かないと怖いわい。さっき来た道の逆みたいな感じの石畳だね。本当だ。苔もいっぱいだし。よし、これはちょっと気をつけていくので、一旦じゃあ動画ここでストップですかね。よしと。じゃあ頑張っていきましょう。頑張ります。イエイイエイ。はいはい、行くでござるか。拙者。うん。参上。捕まつった。よしと。よいしょ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 。危ないよ。危ないでござるよ。ござる言葉を今日は使わなくてはいけないでござる。お、オッケーでござる。これは青。よしだ。ツイッター。横文字禁止でござるよ。横文字禁止なの？横文字禁止でござる。禁止でござるか。まだ下るねるんだ。まだ先があるみたいよ。じゃあ行ってみようか。うん、行ってみるでござるか。でござる。でござる。
音源坂。小田原から箱根路を登る旅人がいくつかの急所難所をあえいでたどり着き、一息つくのがこの場所でござる。目の前に芦ノ湖を展望し箱根山に来たという旅の実感が体に伝わってくるところでござる。権現坂にござる。すごい急な坂でござるな。これは大変でござるな。これ結構急でござるよ。これ今まで以上の急な坂でござる。これ危ないでござるな。これちょっと動画撮りながらできるんでござるかな。あ、そっち側から降りるでござるな。そうでござる。なるほどですよね。ここはここも苔がムシムシでござるな。よし。今のなだったな。これ結構急だよ、ここ。急にござるよ。ちょっと全然動画がなってないでござるな。どこ映してんだっていう。よしと。ちょっとね、画面を見れない。画面を見ながらは無理でござるね、これ。これ結構急でござるからな。大丈夫でござるか？滑ったか？苔のところには足は置かないようにした方がいいでござるよ。一歩一歩着実に進むでござる。進むでござる。多分湖からの吹き上げた風でござるな。すごいでござるな。これはすごいでござるよ。今出迎えられてるでござるな。よした。今行くでござる。ああ待っていろよ。よした。いいよ。すごいこれ。急。この急な坂っていう感覚伝わっかな、これ。この急な。伝わりません。伝わりますか。伝わるかね、この急な感じ。よしと。ちょっとあえてこの辺でちょっと後ろを振り返ったらわかるかな。こんな感じですよ、急。何してるの？これちょっと使いそうなやつ見つけた。武器を手に入れたらごらんよ、拙者。これちょっと。あ、でも俺そうやな、これ。ちょっとあんまり心もたないでござるな。やめときなさい。17でござる。よし。自然に返したでござる。あとは逆側の方が歩けそうでござるよ。よし。この木の枝はここの権現坂を道行く旅人がもう捨ててしまった枝でござるか。そういうことでござるな。道を指し示ようとしてるでござる。もう少しだったぞ。そうでござる。こんな木の棒なんてもういらないぞと。そうでございます。よしと。よしと。これまだ階段っぽいところがあってよかったよね。そうでござるな。うん。よしと。まだ続くよ、うん。まだもうちょっと続くよ。よしと。権現坂。よいしょ。湖でございます。芦ノ湖でございます。うん。だいぶ近づいてきた感じあるね。うん。よしと。一度もこけずに行きましょう。よいしょ。よしと。よしと。これは普通のスニーカーだったら完全アウトでだったってことだな。メレルさんに書いたでござる。うん。よしと。このメレルさんを実証しているでござる。ね。こんな軽装備な私たちでござる。うん。メレルの靴一本あれば。これ、怖いね。こんな岩場、ちょいでござるよ。うん。ちょっとこっち怖いので反対に行きましょう。反対側から降りるでござるよ。よいしょ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 。はぁ、あ。危ないでござる。大丈夫か？大丈夫でござる。実際こんなことで曲げないでござるよ。到着でござる。うん、そうだね。あ、書いてあるよ、ここに。なんか、史跡、箱根、旧街道、はい。ここも旧街道なのね。繋がってるんだね。こちらでござる。こちらにござるか。あ、だいぶ道が整備されたでございます。うん、なんか橋みたいなのあるね。なんか橋みたいなのあるでございます。うん。この橋も怖いでござるな。杉並木歩道。大丈夫でござるか。大丈夫じゃない。
抜けないでござるというか。すごいでも確かに杉並木でござるな。ね、そうだね。もう杉もでかいね。杉も大きいでござる。うん。ちょっとこの木が逆に滑るね。危ないでござる。うん。怖いからちょっと気をつけていきましょうね。うん。木がすごいね、滑るんだよ。まあ下手になんかあの鉄板じゃなくてヨガだでござるが。うん。ぶち壊しでござるから。そうやな。さて、アジサイが綺麗に咲いてるでござるな。あ、結構綺麗に咲いてるね。アジサイ見頃でござるな。この7月の末というのに。うん。箱根山の、うん、箱根山のアジサイは今が旬でござるな。旬。うん旬でござる。はい、旧街道案内図。結構長いでござるな。何がどうなってるでござる。今どこなの？あ、今は結構近くなったじゃん。ほら、足の声から。どこから来たでござるか。私たちは。甘酒茶屋あったよ、ほら、目の前に。14番。あ、でも14番じゃないところかな。あ、でも14番ぐらいか。あ、歩いてきたのかな。ちょっと映しとくれござるよ。なんか先撮ったよ。案内図でございます。うん、案内図ね。箱根八里でござる。うん、箱根八里。箱根越え、あ、すごい綺麗でござるな。うん、紫陽花がね、まさかこんなにね、綺麗に咲いてるとはね。これは旅の人も癒されたでござろう。紫陽花綺麗でござるなと言ってまあいつ植えたかわかんないけどね、うん、足の子でござるよ、もう見たもの。うん、自分の背丈よりも高いもんね、このアジサイね。でござる。うん。同じ大人でござる。ね。またさらにやりましたよ。元箱根、箱根峠を越えて三島に至ると。そうですか。うん。そうでござるか。足のここ半はここでござると。はい。杉並木について。今現在は現在ですね。サイの河原っていうのがここにあるんだね。サイの河原とか行ってみたいね。そうでござる。うん。サイの河原行って、じゃあ関所行く？先に関所行くでござるか。先に関所行ってみる。どうせだったらね。降りていくでござるか。一回足の子の方まで降りるでござるか。うん、これはひとまず降りるでござるね。さあまた下りでござるな。下りでござろう。登ったらいいでござるからな。うん。まあ、下るでござる。よいしょ。さあ、降りてきました。すごい、青もみじすごいね。綺麗です。ああ、綺麗。お墓。お墓ね。お墓と青もみじ。すごいね、青もみじがね。綺麗だね。さあ、行くでござるよ。さあ。コンクリートに来ました。コンクリートに戻ってきたでござる。戻ってきたでござるな。味気ないでござる。舗装された道に。お寺の敷地のところに出てくるんだね、さっきのところね。はい。はい。どうした。これまた何のお寺なんだろうね。なんとかいいんだ。うん。幸福院かな。うん。それ風が強いからさ、もう湖すぐ近くだと思うんだけどね。そうでございます。姿を見せない。うん。どこなんだろうね、湖。あ、寄せ具細工のお店を見たいでございます。ああ、寄せ木ね。うん。お土産でも買いたいでございます。ああ、そうだね。拙者の父母に。うん。え、細工買うの？細工買おうと思ってるでござるよ。え、マジで？はい。さあ来ました。これが芦ノ湖の湖畔かな。元箱根。ここが箱根神社入り口っていう駅なんだって。あ、バスで来たらここに行ってたわけね。そうだね、バスで当初ここまで来ようとしてたからね。じゃひとまず行ってみますか。道屋さんに行くでござる。ああ、分かったよ。ついてくれてござる。ああ、分かったよ。何ちゃんか引いてるでござる。やめろ、ござることはやめろ。ちょっと青になるでござる。あ、本当だね、青になったね。渡れてくれ、つまるでござる。ああ、見えたよ。見えてきたでござる。ああ。先にここ見るのね。先に見えてきた。
はいはい、わかりましたよ。さあ、着きました。芦ノ湖、これが芦ノ湖か。ああ、釣りしてる人もいるね。いるいる。あとはボートとか。ああ、本当は風が強いんですけど、頑張ってね、手で押さえて風を防いでます。遊覧船もあるみたいな。ね、さて、じゃああっちの方に鳥居が見えた、あの、あそこ行きますか。うん、なんだっけ、なんだっけ、箱根神社。箱根神社の方にね。いいですか、箱根神社ですよ。ああ。立たせてください。ああ。から遊覧船に乗れるんだ。らしいね。じゃあ今回遊覧船の切符はね、もう買ってないからね。そうなんです。またね、次回。うん。多分でも、もう一回でも箱根来ると思う、私たち。うん、そうだね。そうだね。今度大涌谷とかの方も行きたいですね。そうだね、うん、今日はこの、ね、箱根神社の芦ノ湖の周辺の切符、切符、切符なんです。周回フリーパス、主にバス、主にバスの主にバスしか乗れません。主にバスのフリーパス。あ、またあった。本当やね。あと薄汚れてるの 見えにくいね。そうだね。ちょうど人が触ってるようなところが汚れてる。失礼でしょ。え、失礼でしょ。まあそんなもんだよ。まあそんなもんだね。あそこはなんか今のところかなんか。混んでるね。うん。あっちもちょっと、あっちもちょっと見てこようかね。まあ帰りでもね。あー、すごいね。うん。ねえ。すごいね。これが芦ノ湖か。芦ノ湖です。すごいね。大きいね。アートで写真撮ろうね。イエイエイって。うん、イエイエイってね。うん、写真を一回も撮ってないわ。ふんふん、そうだったね、うん、じゃあ後で撮りましょうね。うん、来たんだもん、うん、やっぱ海外の方も多いね。おお、そうだね。うん、いやー、でも寒いくらいだわ、ほんと。確かにちょっと温まるかね、後でね。うん、うん、まあ、避暑地でみんな来るようなとこだからね。そうだよね。うん、すごいなぁ。ボートとかもね、出してくれるし、うん、釣れんのかな、釣りやってるの多いね。ね、よし、じゃあちょっと入り口まで飛びますか。ピョン。